はい、こんにちは、楽住の昔です。ついに完成しました、この家。どうですか？こんな感じで完成がしました。まあ近々引っ越すので、その前に、引っ越す前にご案内していきたいなって思います。超オープンな外構ですね。南道路で小屋の目隠しをどうするか、それから植栽が秋から始まるので、その時にちょっと考えます。屋根には太陽光 6.6kg、 マキシオン7になってますね。建物の性能は UH が 0.23、 CH が 0.3 ですね、という感じです。これの窓の反射がいいですね。熱線反射ガラス使ってます。東側ですね。南側はクリアガラスと入れてるので、ああいうグリーンな感じにはならないですね。本当にクリア、日射取得を重視したガラスになってます。まあ基礎がこのようにちょっと顎が出てる、顎が出てる。このポーチもちょっと工夫をしてまして、結晶平板ブロックっていうんですかね。で、この奥の空間が空いてる、インスペクションゾーン、トレイですね。これもウェット込みでどういう風になっていくか楽しみなんですけども、サワーカンパニーのオスポール、ね。ここら辺、どうなっていくのかな。で、電気自動車のコンセプトですね。パナソニックの L シーブっていうんですかね。6キロ充電できるんですけれども、実は中古のサクラを買いました。ただサクラは3キロまでしか充電できないので、これをオーバースペックの状態になってしまう。これは太陽光パワーコンとともに電気自動車から 1.5kW の給電ができる形ですね。非常時に給電ができる。で、これがダイヤゼブラ製の蓄電池、140kW ですね。これで 7kW の蓄電池、ハイブリッドパワー、ダイヤゼブラ。エアコンはこのウールとソラー、ダイキンのエアコン6畳用が1台で、これがエコキュートの室外機3台ですね。これ以外設備ないんです。エアコンは1台のみ。この砂利敷きなんですけれども、このグラベルフィックスっていうのが優れものです。コンクリートを土間にしちゃうと味気ないし、水は染み込まないしっていうところで、今後こういうのをする方が増えていくといいんじゃないかなと。すごくしっかりとした感じになりますね。ポーチライトはこうでいくんですけど、ね、カメラが面白いものですよね。じゃあちょっと入ってみます。ドアはシャネルオリジナルの木製玄関ドアですね。とっても断熱性の高さです。入りました。玄関ですね。玄関、まずはゆきちゃんがお出迎えと、ようなこんな飾り棚が出来上がってますよと。楽中、まあ、まだまだ荷物が引っ越してないので何にもないので、だだ広い LDK 空間。こんだけ置きました。床は杉の木床。本当に裸足で歩くと気持ちいいですね、この木床。本当に節ありを使ってます。キッチンはトクラスの BB という、本当に量産型のキッチンですね。コンパクト型なので、これは奥行きが600っていう感じですね。600、あと IH ヒーターと壁がギリギリだった、面白いですね。で、上は内気循環型レンジですね。で、これは結構 X で話題になりました。こんなのこんなギリギリに作ってどうすんだとか、いろいろお世話のことを言われたんですけれども、冷えないんじゃないかとか、十分よく冷えてるし効率もいいです。
最近のエアコンは本当に電気代もあまりかかんないで素晴らしいですね。天井がモスグリーン、根っこはハリアラワシモスグリーンって感じですね。冷蔵庫がしっかり格納されると本当に配置としてはこれだけで、あとはテーブルがここに置かれるだけで、キッチンですね。令和のキッチンこれじゃないかなと思います。壁付け型のキッチンで、ここが噂の機械室ですね。機械室開けるとすごいと思います。おーと、機械だんだん増えてきますね。ルーターやら蓄電池やらっていう形です。この空調システム、まあ、楽寿独自のレミカ仕様空調室ですね。ここは機械空調チャンバー室っていう形です。どうなってるかというと、この熱交換換気 OA から入ってきて SA になって、 SA がここで解放される、エアコンの真上で解放されて空調されて、その圧力をこの各部屋に3本あるんです。この SA 管に行って、そのままリビングだったらリビングに運ばれますという。このようですね。これ風量からすると換気の風量だけで基本は行こうかなと思ってますが、なかなか空調しきれない。120ルーベ換気の風量があるとすると3本あるので40ルーベずつっていう感じなんですが、まあこの部屋機械室自体密閉してるんですけども、密閉して換気風量だけで空調するという感じになるんですが、出てくる空気が測定すると30リューベなんですね。3本なので90リューベ、あと30リューベがどこかに消えていくという不思議な現象ですね。多分ですけれども、隙間から抜けているか圧力損失が生まれてるかのどっちかかなと思うんですよね。ティーベルの設定としては90ルーベルで設定してます。90ルーベル設定すると SA がここの出口で120ルーベルぐらい出てるんですね、風量。だから末端行くと全体で90ルーベルになるようにスティーベル的に調整してるのかもしれない。ただこれだけだと各部屋30ルーベルしか空調のエアがいかないということで、多分足りないという。のためにこのダクト換気を3つつけようと思ってます。3つつけて、例えば100リューベずつ送ってあげるっていうやり方をしようかなと思ってます。それで空調できればとても良いかなと。ただこの空調室が夏場だと本当に22度ぐらいになっちゃうので、もうこれ21度、20度とかになっちゃうと結露のリスクが非常に高いんですね。実際にこの SA から出てくる引き出しのフィルターボックスをこれ、結露しまくってるっていう、こう断熱しないとダメだなっていうところですね。まあここら辺はいろいろ空調を実験していこうかな、冬場もどうなっていくかというところですね。洗面室はトクラスの洗面化粧台量産品です。ここら辺は何もこだわらないという感じですね。お風呂もそうです。 0.75 坪のトクラスの浴槽と、追い焚き機能はついてないです。つけない、あえてつけない。土間、リビング、いいでしょ、このソファ色が。土間、リビングっていう感じですね。洋室1、私の部屋ですね。このウニコのソファ、まあ、荷物がいっぱい乗っちゃってますけど、いいですね。壁はこれ漆喰を塗っていただいたんです。ロハスウォールさんコラボして漆喰を塗っていただきました。有効板が貼ってあって、まあ反響対策プラス何かラックを作ったりとかできるという形ですね。もうだいぶ荷物が乗ってきましたという形です。水回りですね。トイレ、洗面はサーバーカンパニーさんの手洗いに、給湯がですね、給湯まで遠いので
このスティーベルの側頭型の給湯システムを使おうと思ったんです。なかなかすぐに温まらないっていうのがまだ冷たいですね。まだ冷たいです。やっと温まってきました。でこの節水型の 給水じゃないと、給水栓じゃないと暖かくならないという感じでした。あまりパワーがないなところですね。で奥は物入れと猫ちゃんの多分おトイレがここに入ってきますね。この照明が意外なほど暗くて、ここは失敗ポイント。でもそんな明るくても仕方ないなというのは思うので、補助的にこれをつけてもいいのかなというところです。音対策しております。洋室にですね6畳カーテンがいい感じですね。洋室さん何度ですね。こんな感じ。はい、50代の住み替え、究極の家作り。まあこの家はレミカ仕様という平屋をベースにした仕様の、まあ空調室があるっていうような仕様がレミカっていう形にしようかなと思ってます。2階建てだったら G ラップとかありますので、そっちの仕様で作っていくっていう形かな。まあ今回本当に空調室が一番のテーマかな。ここでどうやって空調できるかをいろいろ実験していきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それではまたよろしくお願いいたします。